皆さんどうも、おかみです。今日は味玉を2種類作りたいと思います。一つは普通の茶色い味玉で、もう一つは白い味玉です。材料はこちらです。それじゃあまずたっぷりのお湯を沸かしてゆで卵を作っていきます。今日は半熟にしたいので冷蔵庫から出したての卵を使います。お玉で入れていきます。8分茹でます。ゆで卵を茹でている間に黒い方の味玉を漬け汁を作ります。醤油、みりん、本だし、水、火をつけます。はい、今沸騰したところです。そしたら火を止めて冷まします。はい、じゃあもう一つの白い方の漬け汁を作ります。水、白だし、にんにく、よく混ぜます。はい、今8分経ったところです。冷まします。はい、そしたら氷水に入れて1分冷やします。はい、剥けるぐらいの温度になったら剥きます。剥いていきます。絶対これ半熟ですね。ぷにょんぷにょん。はい、こんな感じで全部剥いていきます。今ゆで卵を剥き終わって水気を取ったところです。黒い方の味玉のつゆが冷めたのでここに入れます。はい、でこっちにもニンニク、よく混ぜます。はい、そしたら5個ずつつけていきます。これでできるだけ空気を抜いて封を閉じます。はい、こんな感じで2つとも封ができました。そしたら念のためタッパーに入れて冷蔵庫に入れます。24時間後にタイムスリップ。はい、1日経ちました。取り出してみます。色が染みてますね。いただきます。こっちが白ですね。いただきます。染みてる。半熟でうまっ。こっちが黒の方です。いただきます。オーソドックスのラーメン屋さんの味玉って感じですね。両方とも美味しい。白の方が味がはっきりしてます。おつまみにするんだったら白の方が美味しいかな。ラーメンに入れるんだったら黒の方が合いそうな気がします。はい、という感じで今回は2種類の味玉を作ってみました。今日はこれで一杯やりたいと思います。よかったら飲み動画を投稿しているおかみの Vlog っていうチャンネルを作ったのでそちらもご覧ください。それじゃあまたね。バイバーイ。